ここまでだ。観念しろ。ぶっ殺してやる。終わりだ。たった今、広域指定暴力団東条会三代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。出所二日にしちゃ派手にやってんな。あんた、寂しいこと言うじゃねえか、キリュウ。伊達さん。風間が？ああ。無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億という意味、奴は何をお前に伝えようとしていた。わからない。そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似。4か、あんた丸棒に。10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想つかして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。キリュウ、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手貸せ。あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には、東条会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。キリュウ一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はそのユミって女か。その2つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな、分かった。お前何か手がかりはあんのか。いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。お前が無所に入ってる間に神室町も様変わりしただろう。ああ。馴染みの定食屋がなくなってたな。占領通りにあった店か。あそこは潰れてデートクラブになって、それも潰れてキャッチバーになって、まあそれも潰れて、あれ次なんだっけな。うら、勘弁してください。目障り。
強くなるんだよ。いらっしゃい。久しぶりだな、レーナ。ギリュウちゃん。そうだったの、風間さんが。でもギリュウちゃん突然来るんだもん、驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね、レーナ。おやっさんは俺に言った、弓を頼むってな。うん。あいつのこと何か知らないか。あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリちゃん、5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女、沢村弓の妹ですって言ったわ。弓に妹が？うん。でも妹がいたことは弓ちゃんも知らなかったはずよ。ユミちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で、今その水木は？それが詳しくはわからないの。水木ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね、そのうちユミちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女ユミちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。ユミの妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。ああ。錦山君のこと聞かないんだ。それとも、もう誰かから？ああ。そう。自分の目で確かめるさ、人が何て言おうがな。うん。ねえ、キリュウちゃん、ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。なあ。
何があった？私が来たらみんなもう。何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。さっきのお店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？あれだけのことがあったんだ、とっくに誰かが通報しているだろう。そっか。それにしても公衆電話が減ったような気がするな。昔はそこら中にあったはずだが。だってみんな携帯持ってるじゃない。充電切れちゃった時くらいしか使わないよ。ああ、そうなのか。え、おじさんひょっとして携帯持ってないの？バカ言うな。持ってるに決まっているだろう。だよね、安心した。やめて、やめてよ。あれ？ゆっちゃん、おい、大丈夫かよ？なに、あんた。俺は今日大変な一日だな。すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？運が悪いのはおっさんの方だよ。
なんなんだよ、あのさん。そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ。え？探してるんだろ。わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は？お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。ん？私は遥か、お前じゃない。おじさんは？ああ、桐生、桐生一馬だ。ねえ、お願い、この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。ありがとうございました。何か食べ物、この子死ん…ありがとう、おじさん。あれ？どうしたの？食べなくなったな。腹が減ってたんじゃないのか。もしかしたら喉も渇いてるのかもな。それで飯が進まないのかもしれない。どうしよう。ありがとうございました。水を持ってきたぞ。ありがとう。でもこのままじゃ飲めないか。
水を入れる皿も必要みたいだな。これ使えるか？うん。よし、飲んでるな。これでまた飯も食うようになるはずだ。うん。やっぱりお腹減ってたんだ、この子。さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか？多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから？他にこの辺に頼れる人は？私にはお母さんと由美お姉ちゃんだけだから。由美？うん、お母さんのお姉ちゃん。いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。伊達だ、そっちの調子はどうだ？セレナに逃げたのか？それがちょっと困ったことになってな。バッカスに行ったんだが情報は得られなかった。全部消されちまってた。というわけだ。何？じゃあバッカスのマスターも？ああ、そうなんだ。そうか。キリュウ、とりあえずその女の子はセレナに連れて行け。後で警察が保護する。そうだな、分かった。この子、伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。さてと、薬も飲ませたし、あとは寝ていれば大丈夫よ。きっと一時的なショックと疲労が原因ね。ああ、様子を見よう。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。ああ、何か食うもんでも作ってやってくれないか？うん。おじさん。あら、ここは私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それこの子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。
この子も嬉しそう。はるか、さっき弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉はユミ。どうかしたの？お前のお母さん名前はなんて言うんだ？瑞希。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえお母さんどこ？どこなの？いや俺も探してるところだ。ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえおじさん、私も一緒にいい？さっきのところでお前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私知ってるよ、アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえおじさん、いいでしょ？他にどうしようもねえな。おじさん、すぐにアレスに行く？ああ、出発しよう。じゃあ行こう。おじさんはミレニアムタワーに行ったことあるの？いや、俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってるとはな。あの場所？昔いろいろあった場所だ。この町にいろんな思い出があるんだね。まあね。おじさんはなんでお母さんを探してるの？話すと長くなるが、俺は弓を探しているんだ。それで妹の瑞希、つまりお前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。弓お姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろう。お前はどうしてお母さんを探しに来たんだ？どうしてって、自分のお母さんだよ。理由がなくちゃ探しちゃダメなの？いや、野暮なことを聞いた。すまない。ちょっと、あなたたちどういうご関係？え、どういうって？で、何？あなたこの子のお父さんかなんか？ああ、そうだ。ああ、本当に。じゃあ身分証明できるもんある？いや、ない。身分証明書もないの？困ったね。二人とも悪いけど。ダメだよおじさん、私ひまわりに連れ戻されちゃう。まあその辺も署でゆっくりね。ほら行くぞ。ん？何やってんの？今逃げようとしたね。なんで逃げようとするんだね。ああ、はい、そこまで。ああ、おまわりさん。なんだい？これ以上お父さんのこといじめないで。は？お父さん見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて、父に代わってお詫びします。だからもういじめないでください。ああ、
本当にお父さんなんだね。はい。お父さん、あんたいい娘さん持ったね。あんたももうちょっとしっかりしなくちゃな。もういいですか？ああ、いいよ。行こう。君はお前に手紙を届けに来てくれたんだろう。うん、お母さんからの手紙。毎月ひまわりに。最近ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。そっか。ここだよ、おじさん。この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。きっとお母さん頑張ったんだよ。そうだな。私こんなに高い建物登ったことないよ。上からはどんな景色が見えるのかな。カムロ町どころか東京中が一望できるだろうな。すごいなお母さん。そういやさっき警官に呼び止められた時、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと？知らない人から見たら別におかしくないでしょ？大した名演技だったぜ。将来は女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし俺もいつの間にかそんな歳になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。子分の方が想像つかないよ。おじさんはお母さんに会ったら弓お姉ちゃんのことを聞きたいんだよね。ああ、だが瑞希自身のこともいろいろ聞くつもりだ。弓に妹がいたなんて全然知らなかったからな。ユミお姉ちゃんはなんでおじさんに内緒にしてたんだろう。さあ、誰だって内緒にしたいことの一つや二つあるもんだ。おじさんにもあるの？内緒のこと。あるさ。だからちょっといい？何してるんだ？おじさん、60回押して。あ？あ。驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。広いね。フロア丸ごと全部だなんて大した店だ。バブルの頃でも見たことねえよ。バブル？そのなんだ、景気が良くて日本中みんな金持ちだった頃だ。すごい。それじゃあおじさんもお金持ちだったの？そうだったかもしれねえな。今じゃ全部弾けちまった。お母さん、手紙でね、自分のお店が持てることすごく喜んでた。きっとここのテーブルとか食器とか全部お母さんが選んだんだと思う。
そうだな、きっと高級品なんだろうが、派手すぎず落ち着いて過ごせるように気配りが行き届いている。おじさんもここでゆっくりできるといいね。それはさすがに無理だな、金が足りねえよ。大丈夫だよ、だって弓お姉ちゃんのお友達なんでしょ。お母さんもきっとサービスしてくれるよ。それはそれで気が引けるだろうな。遥か、お前なんで孤児院に。わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回もわけ聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか。うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。あんた桐生さんでっか。元堂島組の。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林万年。噂はよう聞いてます。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っとくなれや。キリュウだ。伊達だ。キリュウ、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪。ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東条会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯。そうだ、明日セレナで話したい。大丈夫か。ああ、そうか。お前らも弓と水木を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを。それは言えまへんな。わしも近江連合のもんですさかい。桐生さん、おとなしゅうその子渡したってな。渡すと思うか。ほな、ぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないんすわ。あんた随分気が早えな。はあ、俺はこんなところで殺されるほどやわじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。遠慮なく言ったれや。Yeah!
心臓移植？ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃあ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか日吉先生、本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ、何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるなら、そりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？ああ、聞いたことはあるけど、まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。用意できますか？組長さん。松重。何の真似だ。俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松重。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだね。えほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや、組長さん。